皆さんこんばんは。毎週日曜日夜9時から30分間 FM 那覇のスタジオよりお届けしています、ユッキー校長の沖縄サンデードライブ、放送第1回となります。今週もアクアドライビングスクール沖縄本校校長の与那嶺幸弘が、移動のできる自由、ご自身で運転ができることで広がる可能性、小さな喜びと幸せをコンセプトにお話していきたいと思います。今日は第1回放送 ということもあり、前半はこの番組のパーソナリティを務めるユッキー校長がどんな人物かというお話をしていきたいと思います。後半は週替わりのテーマはどんなものがあるか紹介していきたいと思いますので、お楽しみにしててください。メッセージもお待ちしております。アドレスは office@aqua-driving.okinawa です。 office@aqua-driving.okinawa です。それではユッキー校長の沖縄サンデードライブ、今週もご一緒ください。を使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。 FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。この番組は運転をテーマに、運転のコツや明日から行けるドライブコース、一発試験合格のポイントをお話していく番組です。はい、それではユッキー校長の自己紹介をしたいと思います。まずは念願であったラジオのパーソナリティになるという夢が叶ったので本当に嬉しく思います。 FM 那覇さん、本当にありがとうございます。はい、そこでですね、私の自己紹介なんですけど、沖縄県生まれの沖縄育ちであります。小学校、中学校、高校は野球人生でありました。で、一番の思い出は少年野球で、まあ、自分のチームが沖縄代表で九州大会に出場したことです。その時私はキャッチャーを務めておりました。はい、でそこで、まあ、九州大会では1回戦負けをしたんですけど、その後の練習試合は完全に勝利っていう形で、でそこで注目を浴びて、あ、君なんていう名前なのとかいろいろ他のチームから聞かれたりとか、でそこから中学校高校、うまく野球人生でうまくいくかなと思ったらそうでもなくて、はい、高校で野球は終わりました。はい、で高校に入って普通高校で進学し、普通高校卒業ですね、普通高校卒業後は福祉関係の専門学校に入学し、介護ヘルパーを資格を取得しました。でそこで介護の仕事に向けていくんですけど、そこの専門学校は他のエクセルだったりワード、電卓、簿記などの資格も取得できて、それを勉強しながら専門学校を卒業しました。で専門卒業後は浦添市にある狩俣内科院の2階病棟に勤務して、でそこで寝たきりのおじいちゃんおばあちゃんの介護なんかをしていました。で介護を2年8ヶ月ぐらいやっていたんですけど、ちょっと腰を痛めてしまって退職するっていう形になりました。で退職した後、あ、介護よりも看護師がいいのかなっていうことで一度看護師を目指して塾に通って勉強をして、で那覇看護学校を受験したんですね。そこの受験して結果は不合格でした。で不合格でどうしよう、じゃあ仕事もまた復帰したいけど腰が痛いんで介護もできないしってなった時に、ちょうど坪川自動車学校、富城市にあるんですけど、坪川自動車学校さんの送迎バス
の運転手を募集してたんです。その募集してて面接に行ったら、あ、君採用だよっていう形で連絡をもらって、そこから運転手をしながらですね、あの指導員になるための勉強をしてみないかっていう声がかかったので、勉強をして1年かけて教習指導員資格を取ることができました。そこから教習指導員として10年勤務して、でそこからまた独立したいなっていうやっぱ思いがあったので、でそこはまた勤務から独立に向けてやっぱ退職しなきゃいけない、退職した後どう動いていいのかっていう分からなくて、ちょっとそこの立ち上げ方だったりとか勉強もするためにですね、ちょっと南風原町役場国保年金課でちょっと仕事をしながら自分の独立に向けて両方動いていたっていう形です。で年金課で、あのおじいちゃんおばあちゃんの保険ですね、後期高齢医療保険を担当しておりました。で1年間役場で仕事させてもらって、いろいろ保険関係だったりとかを勉強して、そこからまた起業するってことで運転サポート業の、当初ですね平成31年4月に運転サポート U&D として事業を開始しました。で事業内容がペーパードライバー講習で、新商社運転再開支援、一発試験対策で、この新商社運転再開支援というのは皆さんあんまり聞いたことがないと思うんですけど、また後ほど、ね、紹介したいと思います。すみません。で令和2年ですね、昨年コロナということで、やっぱ私たちの事業は対面でよく教習を進めていく、このペーパードライバーだったりとか、やっぱ一発試験新商社の方もそうなんですけど、コロナでやっぱ動きが止まってしまったということで、私たちは免許再取得者向けのオンラインスクールを開設することにしました。でオンラインスクールの方も後でまた説明していきたいと思います。で令和2年10月から U&D からアクアドライビングスクールへ事業所名を変更しました。はい。でホームページ等もリニューアルしております。で令和3年今年ですね、3月31日付で、で一般社団法人です沖縄県新商社運転再開支援協会の理事に就任もしております。でこの新商社協会というのは、私たちアクアドライビングスクールと宜野湾市にあるタイヤランド沖縄さんのが福祉の面で提携してまして、このタイヤランドさんは福祉の改造専門業者です。でその専門業者と私たちが運転教えを結んで、この新商社向けにですね、でその障害に合った車をタイヤランドさんで改造して、で私が教習に入るっていう連携をしております。でそこのタイヤランド沖縄さんの高里社長がこの新商社協会の代表理事で立ち上げて、そこに私も理事として入っております。でどういった内容の協会かっていうと、まあ、心象のある人々がその能力を十分に発揮し、自身で自動車の運転操作を行えるよう支援することを目的としていますということで、で新商社の自動車の運転に関する支援だったり、自動車の運転に関する指導で、運転免許取得に関する指導ですね。でちょっと変わっているのが、その新商社の方が免許を取りたいってなると、自動車学校には普通の車しかないんですけど、その障害に合った車が用意できるかって言ったらできないんですよ。でそこでこの協会がこの車を1台教習車を持ってるので、その人に合わせて一旦改造します。その改造した車を自動車学校に持ち込ませる。でその新商社本人に無料で貸し出ししますよっていうレンタル業です。で今まではない動きなので、まあ、今からどうなるかわからないですけど、その第1号となる人も募集しております。はい。であと各種セミナーイベントで講演会の企画ですね。であとは福祉車両の制作相談もしております。はい。で身体に障害があり運転を諦めている方だったり、もしくは免許取得を諦めている方
まずは協会かこのユッキー校長にご相談ください。はい。であと私がですね、最近メディアに取り上げられたのをちょっと紹介していきたいなと思います。去年2020年ですね、5月25日にこの FM 那覇さんの足峰美奈子のモーニングビジラジにゲスト出演で、はい、初めてラジオで喋るっていう機会をもらいました。とても楽しかったです。でそこから2020年です、10月12日ですね、沖縄県の経営革新計画承認ということで、先ほどお伝えしたオンラインスクールですね、オンラインスクールがこの私たちがやってる車の運転を教える業界では全国初でオンラインスクールを立ち上げたので、それが沖縄県がすごいことだねということでこれが承認いただきました。でオンラインスクールが取り上げられているの でその次に2021年2月7日その記事がまた沖縄タイムスさん6ページの沖縄きらぼし企業に掲載されました。で次2021年今年の3月11日これも FM 那覇さんのモーニング那覇、立花さゆりさんのゲストとして出演して、この時も楽しくお話しすることがあり、でそれをがきっかけでもあるんですけど、あ自分でも番組を持ちたいなということでお話をしたら、じゃあやってみましょうか。で2021年4月から FM 那覇さんの毎週日曜日夜9時から30分間ですね、ユッキー校長の沖縄サンデードライブを放送します。ぜひお聞きください。で私自身もやっぱこの事業をするにあたって、事業をする前にもやっぱ会社の経営理念っていうのはあるんですけど、その一歩手前で個人の理念っていうのを持ってまして、その個人の理念を今ちょっと発表したいなと思います。で個人の理念はですね、やっぱいろいろなこういった障害を持った方もそうですけど、ペーパードライバーさんとかもそうですし、まあ、一発試験で今免許を持ってなくて運転できなくて困ってる方も相当いると思うので、その人たちにですね、まあ、自分が希望を見せる存在になるっていうのが私自身の目標であります。で、なんでかというと人生をまあ充実させてほしいなっていうことです。で、目標に向かっている人の成長をサポートし、明るい生活を送れる社会にするっていうのが私の理念であります。その理念を掲げて今度会社の経営理念が一生使える運転技術で安全安心幸せな毎日をサポートっていう形になっておりますので、で最後にですね、この私の大きい夢としてです、この沖縄にですね、完全バリアフリーの新商社専用の自動車教習所を設立することであります。でバリアフリーの合宿所だったり食堂、まあ、カフェコンビニも併設で、日本で一番利用しやすい教習所にすることです。で一番の目的は、私たちが見てきた新商社のお客様が働きやすい、そのまま職場ここで働かないかっていうか、もうここで働きたいって言ってもらえるような学校にしていくことが目標であります。でそういったことで、で次に私の会社はそうなんですけど、普段ですね、まあ自宅でどんな生活をしているかっていうと、私は4児の父であります。で4児の父っていうよりも、まあお父さんではなくて、なんかめちゃくちゃ仲のいい友達みたいな感じで、いつも子供たちとふざけております。はい。で、まあ、ふざけすぎて母親に怒られるっていう、一緒に、はい、っていう感じでやっております。で、まあ、趣味は料理でして、もう朝晩は私が料理担当となっております。で朝起きると料理準備して、はい、じゃあ食べてね、食べたら、あの小学校組3人いるんですけど、その小学校組を朝学校の近くまで車で送っていきます。それから自分の準備に入っていくっていう形になっております。で前半はこの私の自己紹介であります。もしで何かどんな感じで私聞きたいなっていうことがあれば、どんどんメールください。よろしくお願いします。
この番組は一生使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。この番組は毎週日曜日夜9時から30分間 FM 那覇のスタジオからお届けしております。はい、それでは後半に入っていきたいと思います。後半は週替わりのテーマを発表していきたいと思います。こんな感じでテーマを設けてやりますよということで、まず一つ目ですね、沖縄のドライブコース。次に2つ目、沖縄のお出かけスポット。3つ目、沖縄の公園とあります。で、私自身もよく家族でドライブ行くのが好きで、でドライブはよく行くのが、あ、ここ今日子供がここ行きたいな、自分の妻がここ行きたいな、でいろいろなテーマを決めて、週に本当に1回、じゃあ誰の希望でここ行く、で今度長女の希望でここ行く、次は長男の希望でここ行くとか、いろいろテーマ決めてやっているので、そのドライブ楽しかったコースなんかをお伝えしていきたいなと思っております。でも皆さん、このお聞きのリスナーさんでも、私はこういった場所によく行きますよっていうのがあれば教えていただきたいなと思います。はい、お出かけスポットでもやっぱ私たち家族とやっぱね、皆さん違うと思うので、そこら辺も私たちはこういった場所に行きますとか、例えばパワースポットによく行きますよとか、神社によく行きますよとか、私は海に行きますとか、いろいろあると思うので、そこら辺をお聞きできたらなと思います。で、沖縄の公園ですけど、よく私たちも子供を連れて公園に行きます。で、結構お気に入りの公園がですね、国頭村にある由比浜公園っていう、で結構静かな場所で、結構大きい公園もあるし、で遊具もあって、で広場も揃ってる、で駐車場もまあまああるので、で自動販売機があったり、トイレも整ってるっていう、結構いいスポットになっております。そういった場所をお伝えできたらな。でそこに行くまでにやっぱ距離が、ね、那覇からだと距離があるので、そこからどういうルートで行ったら楽しいよとかお伝えできたらなと思っております。はい、で次に4つ目ですね、ドライブ一押しの音楽。はい、で好きなアーティストの曲をね、よく流してる方もいると思います。であとはシチュエーションで変えたり、やっぱデートの時はこの曲がいいよとか、家族でこの曲がいいよとか、いろいろあると思います。でそういったのをちょっと参考にしながら、私のかける曲だったり、皆さんの、ね、こういった曲を流してください。でこのドライブ一押しの音楽がテーマになった時は、曲も流していけたらなと思っております。はい、で5つ目ですね、5つ目が車バイクあれこれで、皆様の愛車自慢、私はこんなこだわりがありますっていうのをちょっとお聞きしたいなと思っております。こんな手入れをしていますとか、洗車は絶対にもう手洗いだけだよと、で洗車機には入れないです、でこのオイルじゃなきゃダメと、であとね、私はタイヤが大好きなんです、で自分も結構タイヤが好きなんで、自分の車のタイヤだけじゃなく、よく駐車場に止めたら人のタイヤちょっと見ちゃう癖があるんです。山が減ってるな、まあ、これ職業病かなとは思うんですけど、そのタイヤの山具合だったりとか、やっぱこの変えた方がいいなっていう、ひび入ってるよとかも結構あるので、そういったのをねお待ちしております。で私このあとはフェンダーラインが大好きですっていう告白もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で私が今までですね乗ってきた車9台あります。でちょっと紹介していきたい、言っていいですか。はい、日産のまずプリメーラ、分かる方いますかね、プリメーラです。で次にトヨタカローラ、ね、トヨタスプリンター、ダイハツミラノアバンザと、でトヨタ90クレスタ、これはめちゃくちゃ良かったです。スズキのエブリィで、スズキワゴン R、 トヨタ
で、アクアですね、今ちょうどこのアクアを教習車として使っております。で、次にトヨタボクシーハイブリッド、今のこのボクシーハイブリッドはもう最高にお気に入りの車で、まあ、家族で出かけるにしてももう一押しの車です。おすすめの車となっております。で、次ですね、6番目のテーマが沖縄の〇〇がやばい、だって沖縄のバイクのすり抜けがやばいだったりとか、沖縄のおじいおばあのゴッドハンドがやばいとか、でもう本当にリアルな話、最近まあ車でじゃなかったんですけど、ちょうど教習中にですね、40キロ走ってるところ、向こうにおじいちゃん立ってるよね、なんか渡るか気をつけてよって見てたら、こっち40キロ出てるのにありがとうって右手上げて渡ってきたんですよ。そう、車だけじゃなくて歩行者としてもおじいなんかがやばいとか、いろいろそういったお話もできたらなと思っております。で、7つ目に教習所あるあるで、まあ例えば今ね、教習所で忙しいんですけど、この忙しい中でやっぱね、嫌な指導員に当たりたくないんで、指名制度を使ってお気に入りの指導員さんだけを指名して練習することもできるんですけど、うん、でそこで仲良くなった指導員とはね、うまく練習できて、で見極めとかも合格した、でも試験になると怖そうな試験官が来て緊張しまくって落ちたとか、そういったのをお話できたらなと思っております。で、最後にですね、あ、最後じゃないですね、 8個目がですね、で一発試験合格のワンポイントアドバイス、そして免許失効したけど次はどのタイミングで自動車学校に通うことできるのとか、一発試験を受けようと思うのですが合格できますか、で一発試験の流れを知りたいですっていうのをお伝えしていけたらなと思っております。で、9つ目が教えて校長先生のコーナーで、まあ、バック駐車が苦手ですとか、車線変更のタイミングがわからないからゴーパチ、まあ、3車線の道を走ることができません、教えてくださいとか、そういったのをお待ちしております。そういったのが週替わりで、うん、お伝えできたらなと思っております。FM 那覇のスタジオからお届けしておりましたユッキー校長の沖縄サンデードライブ、30分間あっという間です。喋ってたらもう30分経ってしまってびっくりです。自分でも第1回とても緊張しましたが、はい、で今日は私の自己紹介と週替わりのテーマについてお話ししました。次回は沖縄の〇〇がやばいで、沖縄のうっかり執行よく聞きます。うん、うっかり執行の数が多すぎてやばいについてお話ししていきたいと思います。で、皆さんも免許証ちょっとチェックして、なんかこんな期限だけど大丈夫みたいなメッセージもお待ちしておりますので、はい、ではまた来週の日曜日の夜9時にお会いしましょう。パーソナリティのユッキー校長でした。ありがとうございました。